もしもし。あ、すいません、ヒート中です。ありがとう。はい。でかいな、これ。割れたかな。俺、あげてみやな。釣れたな。ちゃうやんな。ああ、そうやな。久しぶりにわらさきた。おいおいおい。でかいな。あれは全然上がってこない。ジャクワさ、でっか甘さというか、これでかいやろ。でっか。でかっ。久々にこれはほぼ無理。80cmで丸々これがジャグウェイトなんで、20cm はないかもわかんないけど、かなり 18cm ぐらい最高。でかいでかいでかい。まあ、ステラのドラグはこれでいいのかなっていう感じがなんとなくバッチリ決まったかな。でかい。これは一回食べてみようかなと思います。久しぶり。ちゃうな。何これ。笑った。笑ったよな、これ。笑ったよな。すごいな。強いな。今日はなんかすげえ。俺が時間かかるな。これもでかい。よルアーです。キャスティングでね、こんなのが釣れるのは贅沢な使いどころです。おもろいな。でも洋服ですごい。あとこれぐらいのクラスはどうしてね、さっきのは重かっただけですけど、よっ、おい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 、でかでかいやろ。本日2本目、ここに来て今までこのワラサブリっていうのが 80cm なんだけど、ワラサブリっていうのが、全然釣れなかった。今日きなり2連発。でも贅沢ですよね。こんな80こうほぼほぼ無理なんだけど、これはちょっとよく見た。あんまり太ってはない。まあでも逃がしますね。はい、こんにちは。シャー大佐ですね。ちょっと、天気が悪い日、風が強いんですよね。風が強い日がちょっと続きましてね、月曜日から。ちょっとあんまり釣りに行けないなーって、まあね、安全を、確認してね、出船しなきゃいけないもんで、ちょっと怖いなと思って、でもただ木曜日ちょっと今日出てきました。12月の1日です。ね、今ちょっと途中なんですけど、もうブリの活性も上がって、魚全体が活性が上がったか知らないんですけど、ブリのジャークベイトに、いつものジャークベイトに、ブリがガンガン食ってくるもんで、珍しいっていうか、僕ね、あんまり、今季、あんまりワラサとか、ハマチとかあんまり釣ってないんですよね。で、釣ってないのに、なぜか、なんか今日に限って、ボコボコに食ってくるみたいな。もう困ったな、みたいな感じで。で、ブリがまた重くて肥えてるもんで、全然上がんないみたいな感じで。で、まあ、難しいなっていうところでね、サワラね、一本だけでも釣りたいんでね、もうちょっと頑張ってみたいと思います。まあ、ブリもう大変みたいな。じゃあ頑張ります。では行ってまいります。勝利の栄光、君に。なんやこれ。すれか。ああ、スレっぽいな、これ。スレか。すごいな。姿ではじゃあこれでよくかかるのかね。そうね、滑っちゃうんや。これよう引いたな、これ。おもろい。これはあかんあかんあかん。これはすごい。こいつはすごい。こいつはすごいな。よし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 。でかいか、これ。ああ、おお、やったぜ。やっと。よっしゃ。よっしゃ。でかい。顔がでかいんだ。あ、でかいよ。でかいんか。あ、わからへんねん。すげえな、これ。恐竜やん。ははは。すげえ。あ、おいしい。あ、だめだ。やばい。でかっ。どえらいでかいんやけどな。えらいでかい。これやりました。メーターオーバーやりました。メーターオーバーです。やりました。5キロかな、多分。これ結構ごついやつだった。これはあ、引きも強烈だったし、すげえ、うん、新しい竿、スクワッド良かったし、うん、リアリスジャークベイトのキャンディー行きました。やりました。嬉しい。ってるかな。鳥がね結構いいんですけど、鳥のね下でねサワラが跳ねないんですよね。なんかどっちかというとなんか全然違うところで跳ねたりとか、ベイトがねなんかちっちゃい感じがするんですわ。大きいベイトの反応が、まあ、イワシぐらいのベイトの反応が出るとサワラが跳ねる。この鳥がねあんまりね当てにならないというか、やっぱり1匹2匹がこうくるくる回ってるやつが一番浅いところはいいかなって感じ。ああいうのね食ってないんだな。2匹鳥がこう食っている低いのが食っているのが、ああいうのはねいいですね。低いしでも魚がね飛ばないんですよ。さっき2発娘の前でも飛んだんですけどね、どうもボイルは出てるんですね。ああ、ボイル出た。ボイルは出てる。ボイルは出てるんだけど、鳥のが遅いみたいな。何やってんの、鳥みたいな。普通は鳥が下がると同時に、ボイルが出るみたいな感じなんですけど、鳥がボイルに追っついてないんです。これだけ早いのかな。早いのかな。ああ、やってるやってる。ああ、やってる。ああいうところは楽しいのが強いだろうね。あれいつもいいんだから早いんだよ動きが。ああ、気がつなんだろうね。いや、これは。すごい長えな、あれ長いな。長いんだけど行くとすぐ沈むのにな。めっちゃ跳ねるよね。ベイトがちっちゃいのかな。ああ、すごいわ正面。でもあれはねサワラじゃないと思う。ただこの下にいるサワラがいるっちゅうんですよね。今日はちょっと我慢だな。なかなか難しい。ブリに翻弄されてますよ。さあ押しちゅうんかな、ああいうナブラは間違いなくさあ押しちゅうん、もう打ち込んでもうちょっと巻くと食ってくれる。鳥が遅いよね。あ、サゴシか。あ、跳ね出した。おお、来とるでよ、来とるよ。跳ね出した。サゴシっぽいな、あれ。おお、やりだした。入っとんねやな。おい。サゴシちゅうんかな。うわー、これはサゴシチューンかな。あ、目の前来た。これはサゴシチューンかな。あー、サゴシかな。向かってる。サゴシチューンかな。今サゴシチューンに変えるべきだろうか。悩む。うわ、すげえわ。これカメラ映ってたらいいのにな。すげえのこれ。ちょっと背筋伸ばして。こんな時にジャークやってたらダメだよね。これはサゴシだろう。サゴシチューンだろこれ。サワラ絶対跳ねるよな。絶対ハマチのような気がするんだけどな。でもさっきサゴシっぽいの跳ねたよね。おい。食わんぜ。サゴシチューンかな。うわー、近寄ってきたんだけど。こういう時メタルとかもう一発なんだよね。メタルじゃ重い。来た。よしゃ。これはちょっと違う。これはちょっと違うんじゃない。これはワラサか。やっぱりか。これはワラサだわ。ああ、そうなるんだな。やっぱりな。これはワラサだわ。変わった引きするなこれ。でもね、ワラサでも十分おもろいっすからね。こんなキャスティングで釣れないからね。あ、ワラサ多いな。でかいんだもんね、まだ。あー、これもんだもんな。今日6匹目だよこれ。でかい。ガブ食い。ガブ食い。はいはい。あ、もう疲れた。ガブ食い。こいつすげえな。よっしゃ。あー、でかっ。ガブ食いだよ俺。勘弁して。でかいわこれ。ということで、もうブリの猛攻で帰ってきました。お疲れ様です。ということでね、まあ、なんとか、ね、まあでもね、ブリってこう、いいんですけど、嬉しいですよね。あんな、おっきい、ちょっと一回見ようか。これ。これ。カメラ入らんと。めっちゃでかいからね、これ。もうほんとブリよ、これは。80センチで。ねえ、こんなんが釣れるっていうのはすごいんですけどね。まあでもね、なんとか、いつものように。もうクーラー入りきらない。どこでかいよこれは。これでかい。さわらね、なんとか1本、釣りました。でもね、メーターオーバーで結構でかいなんでね、これをまあ美味しくいただこうと思います。まあでもね、まあ本コ、もう結構時期がもしかしたら長く、例年よりも、もしかしたら初日の出サワラジャンプを見れるかもわからない感じになってきましたね。なんか今年はなんかちょっと遅い感じがすごいします。ただでもね、天候もあると思うんで、あれなんですけどね。まあまた、ちょっと僕も仕事忙しくなってくるもんで、あれなんですが、ちょっと、行けたら行きたいと思います。では今日は最後までご視聴ありがとうございます。では勝利の栄光を君に。あ、手袋外そうか。